宮城県版のものをいろいろ作ろうかなと思いまして。いいですね、宮城の漫才をしたいから、ね。はい。今日は何？今日はイソップ童話から。おう。ウサギとカメ。あ、いいですね。皆さんもみんな知ってるし、宮城のこのウサギとカメ。そう。面白そうだね。ちょっとでもウサギとカメって宮城っぽくないじゃないですか。そんなもんないよね。そのままでいいじゃないですか。いやだからそこも変えていこうかなと思って。変えたいの。うん。何？タヌキとハクビシンなんだ。そんな変わんねえよ。スピードがそんなに変わんねえ。でも壮絶なレースだよ。壮絶だよ。あいつらめちゃくちゃ速いから。カーブ曲がる時もカタ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 。それは別に宮城っぽさじゃないでしょうね。まだ別なの考えたんだけど。考えないの。ホヤとボラってどういう戦い？え、この場合どっちが勝負を仕掛けにしたの？ボラさん、ボラさん。ホヤだね。ホヤが勝負。僕とかけっこで勝負しようよ。できねえだろうね。やんねえ。やんねえじゃねえ。もしくは、ヌマエビとタニシマニアックだよ。マニアックすぎんだよ、戦いが。この場合どっちよ、戦い。タニシさん、タニシさん。ヌマエビだね、ヌマエビが僕とかけっこで勝負しようよ。かけっこじゃねえだろ。やんな！なんなの？やんねえって言うの、なんなの？やりたくなってえよ。いい、そこは普通でいいわ。普通で。ウサギとカメのまんま、他が宮城ならいいんじゃない？ウサギとカメのまんまでいいの？まんまでいいよ、それで行こうよ。それで行きましょう。はいはい、で俺、語りもやるからさ。語りもやってくれるのね。うん。いさじゃ今日カメやってもらっていいですか？カメ？何か？この感じ？は？いや、先入観だけど、ウサギのカメじゃない今回。差別だね。差別じゃないよ。なんとなく皆さんがパッと見た瞬間、なんかそうじゃねえかなって。いやいや、見た目で判断しちゃダメでしょ。そうなの？俺がカメね、見た目カメっぽいからカメやったらさ、うちのお母さんがなんでうちの息子カメなんですか？カメやるんですよ。いい年してそんなこと言うの？お母さん。それはちょっとね。今日俺カメやるから、じゃあウサギやって。ウサギやっていい？じゃあ語りから入ろうか。はい。ちょっと土産版でお願いします。はい。出雲時代だなあんまり覚えてねえけど、かなり昔の話。昔昔でいいじゃん。そんな間が取るとこじゃねえ。どこだったか覚えてねえけど、とある場所に。あるところでいいんだよ。スッと言えばいいじゃん。ウサギとカメがいました。何なんだよそんなの。こんな2行で終わるよこの文章なんて。ほら言ってこい。これカメさん、カメさん。喋り方カメだなお前。ウサギだけど喋り方がのっぺりしすぎだよお前。のっぺりしたウサギもいるべな。そりゃ喋っていくのね。ごめんじゃおしゃべりカメでいいんだよ。おしゃべりカメ。あ、すごい喋るカメね。そうなんだよそれ。はい、何？カメさん、カメさん。僕とかけっこで勝負しましょう。わかった。じゃあちょっと僕亀で足は遅いけど絶対に負けないぞ。よし勝負だ。はい、ここでコースの説明をします。陸上競技やつと。いやちょっと待って待って待って。リアルリアル攻撃能力を取って1公演でやめやめやめ。県庁を通ってもらって陸上競技場になります。なお当日は12時から交通規制。いやいやそんな寄せなくていいよ。宮城でしょ。いやあるけども宮城で。そこはふわっとでいい。ふわっとなんかどこどこ行くでいいじゃん。山にさ、俺なんだろ。それじゃあ亀さん、はい、あそこの八木山のてっぺんまで勝負だ。それならいいね。宮城の八木山。ただしコースは愛宕橋経由だと交通量が。いらない、いらない、そういうのいらないんだよ。歌舞伎は経由で。あのね、そういう地元の人しか分かんない情報。なおバスは優先することです。知らん知らん知らん。いらないのそういう情報。で行きましょうでいいんです。行きましょう。はい、それでじゃあ勝負だ。うん、ね、この勝負の噂をかけつか聞きつけて、はい、森の動物たちが応援に来ました。そういう話ですよね、確かに、ね。おらカメ、負けたら承知ねえぞおめえ本当に。俺おめえにかけてんだからな。かけるんだよ。生活かかってんのかおめえ。負けたら母ちゃんにごしゃがれんだから。すげえ。絶対負けんじゃねえぞおめえ。なんだけど、タヌキが応援に来ました。タヌキなのね。おい、どけおめえこの、おい、ウサギおめえ絶対負けんじゃねえぞ。俺おめえにかけてんだからな。かけてんじゃけんじゃねえぞおめえ。ハクビシンが応援。これハクビシンだ。タヌキとハクビシンがいいんだね。おい、タヌキこの野郎おめえ。おめえに俺どんぐり50粒貸してんだからな。どういう貸し方だ。どういうギャンブルやってんだよ。今日意味揃えて返してもらうからな。仲悪いんだ。はあ、俺おめえからどんぐり借りたっけか。借りんのかよ。いつ借りだそんなの。あれや、タニシとヌマエビのレースだ。それはやったんだ。それはもうすでに行われていた。で、こっから返すから。かけんなよ、だからよ、本当に。みんな応援、応援に来てくれたんでしょ。あんたたちね、一生懸命ね、頑張らんよ。バッタ出てきたけど、あれが長老みたいな。応援してくれた。長老みたいなおばあちゃん。うん、何なんだこれ。リスが応援に来ました。リスなんだよ。イメージが全然違かった。これはリスがいるの。
はい、じゃあそれちょっとボディチェックしますね。ボディチェック、ボディチェックします、ね。あ、ね、レフェリーがいんのね。今ボディチェック。別にだから格闘技じゃねえんだよ別によ。コーラナが何も持ってない。持ってねえよ。そんな戦うわけじゃねえんだから。見せれる？わが大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。よい。位置について。何なの？よい。オッケー。猿だと思った。レフェリーは猿なの。よし負けねえぞ。よし行くぞ。うん。ガメさん、ガメさん。なんで一緒にいんだよ、お前。いや、さっさと行けよ、お前。頑張りましょうね。いや、ウサギはさっと行って寝るんでしょうによ。こないだ、テレビでガメさんの特集やってたんで見たんです。何の話してんの？行けよ、お前よ。そしたら、ガメさんってすごいんですね。どうもね。手や足だけじゃなく、顔も引っ込められるんですね。まあ、自分でもよく分かってねえよ、あれ。なんで入ってるの？そしたら、亀にもいろんな種類がいて。そうだね。なんか海で暮らすカメとか、そのタイプのやつね、陸で暮らすカメとか、あ、俺だよ、空で暮らす、空はいないよ。空はマリオに出てくるパタパタのイメージ。パタパタはいないんだけど、まあ、どっちかっていうと俺も二足歩行だから、俺もノコノコのパターンがあるイメージで、ノコノコではねえんだよ。みんながこう想像しやすい二足歩行で上から踏まれたら俺だけビョーンって出るタイプ。出てはいかないよ。イメージしやすいようにね、カメだけ置い、この甲羅だけ置いてあって、またそこにこうやって戻ってて復活するパターンのやつ。戻らないよ。そういうタイプだと思って見て、今日はね。だからそれでいいんだ。すごいですね。いいから、行ければ。この間、図書館に行ったんですよ。うさぎが図書館に行くんだよ、まずって。そしたら、ある本にガメさんが出てて、すごいなって思いました。ガメの本があった。浦島太郎という本で。このタイプのやつ。うん、昔、いじめられてた。俺じゃねえ。あれは海のタイプのやつがいじめられてたの、昔な。俺じゃねえんだよ。大変ですね。大変なの、そうそう。カメさんでもいろいろやられてますもんね。何もやってねえよ、別に。映画も出てるじゃないですか。出てねえよ、別によ。僕が見たのだと、大きくなって火吹いてました。カメラだよ、それ。それはまたこういうタイプじゃなくて、あいつは回るタイプのやつ。そういうのもいんの。あ、あと、お菓子もなってますもんね。カメのタイプのお菓子なんて見たことねえだろ。柿の種のメーカー。カメダ製菓だ。俺は別にカメダ製菓じゃねえから。ボクシングもやられてる。カメダ講義だな。カメ関係ねえじゃん、もう本当に。あと、有名なうどん屋さん。丸亀製菓だ。そういうの全然関係ないから。逃げよ、おめえ、俺の話してねえけど。僕もいろいろやってるんですよ。ウサギの話もいろいろあるわな。僕よくやってるのは、車の買い取り販売。ラビットだよ。おめえがやってるわけじゃねえんだよ。そういう名前なだけだ、あれは。あと、カオブ新報に。カオブ宮城県民が一番見るやつで、どっち見てっか分かんないね。あいつ、真正面から見てもずっとこっち見てる。でも、なんでかこっち見てくるよね。なんでかこっちをずっと見てくるの。好きだ。好きなの、国民なんですね。よかったですね。受けました。知らねえよ。乗っちゃったんですね。乗ったのいいから行けよ、早く。一緒に走っててね、さっさと行って寝ろ。え、さっさと行く、ちょっと疲れたべ、寝る。眠くないんだよ。なんで眠くねえんだよ、お前。昨日12時間ぐらい寝るんだよ。なんでそんなんで寝るんだよ。もっと野にいろよ、お前は。遊べ、もっと。何やってんだよ、昨日よ。夜勤明けで。夜勤やってんの？何のバイトやってんだよ。ミミリンの声屋で。あー、しばしろって言ったの。ミミリンっていたね。はい、ラムリンって今何やってんの、出てこないよ。大人の事情。あれ、大人の事情だったの？その人検索したって出なかったからよ、本当に。いや、行けよ、本当によ、もう。全然勝負つかねえじゃん、こんなんだったら。まもなくゴールです。ゴール？もうゴール？で、ゴール付近に森の動物たちが集まって今、みんな応援しに来てんだ。ほらー、ダメー、負けてんじゃねえぞ、お前。かかってんだよ、一緒じゃ負けてんだよ。生活かかってんだから。いや、かかってんだよ、俺は。ほら、ウサギも負けてんじゃねえぞ、お前。そうだよ、でもさ。キートン！なんだ？やべえ！タヌキ車にひかるだぞ。あるだ。ミヤにあるあるだ、それは。
亀さん、勝負は僕が勝ちましたね。キャラ変わってんじゃん、サイモン。変わってません。なんだよ、サイモン本気出しやがってよ。話変わっちゃうじゃん、ウサギと亀の。帰りましょう。帰るってどこに帰るんだよ、おめえ。そこに動物園に。ヤギ山動物園。